リチャード・ライアン、2位伊藤大輔、ラルフ・ファーマン、そしてチャンピオン立川雄二、高木虎之介。高木はルーキー・オブ・ザ・イヤーにも選出された。年齢が年齢でルーキーとは言えないと思うんですけど、まあ、本当にルーキーっていうのはね、本当に1年目しか取れない賞なんで、またみんなは多分取れない賞なんで、本当に誇りに思ってます。特別賞はピエール北川と ARTA 応援団。そのピエール北川の実況でグランツーリスモ大会が開催された。人生さながらのゲームバトルにドライバーたちも本気モード。若いのに危ないなと思ってまあここには負けられないじゃないですか、やっぱり。そして夢の対決が実現。最終戦のあのバトルを彷彿させる立川対本山の一騎打ち。マシンはセルゴスープラのオスモ Z。 果たしてグランツーリスモ4対決で勝つのは本山か立川か。かなり綺麗に今スタートね、1コーナーなんかつまんないぐらいスムーズに回ってきましたね、2人とも。さあ2コーナー立ち上がって3コーナー、おおっと立川選手なかなか厳しいブレーキングで、かなり今ハードブレーキハードブレーキングでしたね。うまいですよこのコーナー。さあ横浦立川モテを思い出してしまった立川コンサルトモテギのあれあったよね予選。ああなんかありましたよ。しかし再び追い上げてきた立川。バトル同様いい戦いぶりです。さあ続いて今度は立川が前に行くか。V 字コーナーに入ってきますが、上りながら今度は立ち上がってどうだ、こらえきれないか立川。本山真剣、顔がマジ。最後ストレート立ち上がってくる。Z が、おどうだ、プラスリップ入っている。スリップ入っている。本山どっちだ、本山どっちだ、アウトした、どうだ、前が立川。本山に敗れてしまいましたコーナーは Z の方が速いので、やっぱ加速がトヨタの方が速い。いろいろよろしくお願いします。来年に、はい、優勝ゲームでも勝利したコンビ、これでダブルチャンピオン。